中心線の取り合いと打てる状態を維持した、いわゆるためですよね。これは、審査を目指す上においても日頃の稽古ぶりを高める上においても誰もがやはりそこの必要性というのは、実感もされていたり求められているところがあるかと思いますので、その辺の観点で、この辺を見るとですね、まあ、この時代の最高峰の先生方の攻防の中身があるなというふうに、非常に強く感じるんですけども、本来時間が決まっていない立ち合いだったらやっぱり立ち合いの判断でもう少しこれもう少しコーツがつくところまでっていうのが本来の立ち合いなんですけど、立ち合い人の呼吸で、他の人が、ね、2分で終わっててもこの先生たちはやっぱり4分やらせても会場の人たちがもう少し見たいなという、この先が見たいなっていう、緊張感があるということは、やっぱり、内容を持たれているからそれを与えられるんだというふうに思うんですけども、見る側の力がなくなるとこういったところが、やっぱり薄れてくる可能性があるのが剣道の、いわゆる目が超えるか超えないかの、難しさだと思うんですよね。だからただ単に打てないで立っていてしない振らない試合と、この緊張感でいつ技が出るのか、ちょっとでも隙があったら行くぞという状況の中でこのクラスでも無駄打ちをしない、しかし時間の中でもやっぱりお見合いしてるだけで終わりたくないから、そこのところは崩しにかかって一本勝負に行く、この辺のところの緩急といいますかですね、ところに非常に見応えがあるところがあったなというふうに、私は感じてるんですけども、